めいチャンネル。めいちゃんです。めいちゃんです。めいちゃんです。3に合わせてめいちゃんです。めいちゃんです。ということです。こんにちは。こんばんはめいです。ということなんですけど、本日はですね、なんと私、前からクソ、マチャクソ、マジンコを気になってました。なんと、SNS で話題筆頭のラブベアのリップを紹介していきます。いや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 ってことなんですけど、どんなものかというと、これでじゃん、こんな感じのリップなんですけど、こちら、じゃじゃん。めっちゃ見てください。かわいくないですこれ。なんかブランデーみたいな、なんか、チョコみたいなパッケージだったんですけど、これがね、リップなんですよ。プラザで売ってました。この子たちを今回開けていきたいと思います。スタート。めっちゃ可愛くて、マジで箱が可愛いんですよ。はい、この箱めちゃめちゃ可愛くって、本当に中華コスメになってます。くまちゃんのモチーフでラブベアのシリーズになってます。私ね、リップ結構いろいろ持ってるんですけど、なんせラブベアは本当にね、可愛い女子しか持ってないという噂の、そんなん言われたらね、ちょっと私も持たせろよっていうことで、ちょっとやっぱね、やっぱ女子がね、可愛い女子、女子たち、女子力高い人がみんな持ってるということなんで、ちょっと私も気になってて、しかも値段もね、結構1800円とか1900円ぐらいかな。2000円でお釣り来る感じで。まずじゃあ最初にこのラブベアのストロベリーベアちゃんを開けていきたいと思います。私ね、バレンタインの時ね、私男の子だったんで、ラブベ、初めてのバレンタインっていうのを小1で回ったことがあって、その時もう今でも覚えてる。今でも覚えてる女の子が回ったのよ。もうイガグリ坊主の私が。私も知らなくて男性、だって小1じゃん。バレンタインだって知らねえよって感じで、マジで分かってなくて、急にチョコレートパッと出されて、そのチョコレートがね、何を言おうね、クマの形したチョコレートだったのよ。だからそれでね、めちゃめちゃトラウマ。それでその後みんなからね、はぶられて、めちゃめちゃなんか、なんでそんななんかさ、バレンタインとか知らないのみたいなこと言って、みんなの前でパッて渡されたし、もうなんか分かんないから、なんか申し訳ない大丈夫ですみたいなって断っちゃったのよ。分かんないから小1で、別に女の子は好きとかないし、けどまあね、まあ、気持ちをいただいたので、まあ、誰も悪くないんですけど、僕はまあガーンみたいな感じで、結構それでめちゃめちゃハブられて、まあ、誰も悪くないと思うんだ気持ちなんだよね。本当にもうそれ勉強になって、そのトラウマのやつにそっくりってね、何の話だっけ。これね、箱開けるとまたこれディップじゃん。かわいい、見てください。感じで顔隠してる感じのクマちゃんです。かわいい。これなんかプラスチックの入れ物に入ってて取れます。ビジュが超かわいいんだよね。ほら見てください。こちらがですね、こちら開けまっちゃじゃんっていう感じで色が、はぁかわいい。見て、見える、見えますか。本日紹介するリップがじゃんこちらですね。ちょっとすみません、なんかこの中ね、手書きのメモが14日っていうね、こうね、これすみません、ピントが急に合わない。14日っていうね、アルバイトの焼肉屋のアルバイトのメモがしたんですけど、可愛いマットのリップを紹介していきます。めちゃめちゃ可愛い色があるので、ね、気になってます。ではスタート。見てください、ほら先がクマのなんか隠れミッキーみたいなクマの形になってて、こちらがですね、クラワノーズラブベアのマットリップスティックストロベリーベアになってます。なんか次に来るって言われてるのが、あの韓国コスメ、中国コスメ、今タイのコスメ、タイコスメが流行るって言われてるんです。ツヤのシリーズとマットのシリーズがあるんですけど、今回ちょっとマットシリーズから選別しました。私ね、ほんとねマットが好きなので、なんせちょっと早速塗っていきたいと思います。ストロベリーベア、名前も可愛いし、パドンがめちゃめちゃ可愛いね。このボタンみたいな、なんかほらここだけなんかビジューみたいなのついてます。ハートとクマちゃんのねランダム柄でキラキラとオフした唇になってます。塗ってきますね。てか待って、チョコレートの香りする、匂いも可愛い、はいっていう感じで、あ、色こんな感じでめちゃめちゃ使いやすそうな、なんかバーガンディじゃないんだけど、赤みの、普通になんかビジューがこれなんだけど、フラワーノーズ のラブベアシリーズはビジューが可愛いだけじゃなくて、中身のカラーも結構トレンド感のある色で使いやすいっていう、結構ヘビロテ色が多いそうで、ストロベリーベア、これちょっと私的なんだけど、ティッシュオフして真ん中だけね ぼかしても可愛い。内側だけ塗るよ。若干グラデでナチュラルになるので、めちゃめちゃ可愛いこの色。持ってるだけでテンション上がる。なんか2000円とは思えないクオリティで。はい、このストロベリーペア。色が私めっちゃ好きです、この色。なんか漏れる。女子漏れるみたいな。締まりが良くなる。ドドドン。いぶきからもらいました。いぶきありがとう、いぶき。かぶさまでんだ。こちら次じゃんってことで、片目隠しちゃってるよっていう。片目隠してなんかこう視力検査みたいな。今日満たされてる。だからなかなかオカマって満たされないんですよ。オカマってもうね、いろんな目に合ってるんで、もうなかなか満たされないですけど、やっぱね、女子可愛いもの見ると満たされる説あって、めちゃめちゃ満たされる。心がなんかこう無償のこうフィヤーみたいな、フィヤーみたいな感じで、ほんとお菓子みたいだね。かわいい。見て、次色が白い。ちゃんと上にも書いてます。ラブベアシリーズのラブベアと書いてます。開けるとじゃじゃんってことで、あ、これもね、赤ですね。こちらがフラワーノーズラブベアのマットリップスティックのジンジャークッキーベアです。こちらもね、先っちょにクマのマーク、サイドはハートとか、さっきちょっとね、全部ぼってり塗っちゃったんだけど、内側だけ塗っていいですか？内側だけ塗ります。すごいチョコの香り。甘い。あ、わお。折れちゃった。ちょ、待って。事件発生。どういうこと？神様は私を可愛くなることを許してくださらないの？警察呼んで。ごめんなさい。ちょっと失礼いたしました。本当に。出しすぎたかな？先っちょ。ちょっとね、抑えめに出して塗った方がいいかもね。内側だけ塗って。
伸ばしていく。それとグラデになっていいの、いいんではないでしょうか。折れちゃったんだけど超可愛い。これエクソ可愛い、どうしよう。オレンジ系のレッドですね。赤みなんです。可愛い。可愛い俊一。なんか色可愛いからちょっと腕ポンポンしても可愛いかも。私的にね真似しないからなんだけど。チークみたいな感じかな、こんな感じでみたいなアレンジみたいな感じなんですけど、折れちゃったよ、折れちゃったんだけど、あ、これねチークにできるやつではないんですけど、ちょっと色が可愛すぎちゃったんで思わずって感じで見てください。これがラブベアシリーズ、可愛い。なんか女子が好きなさ今っぽい色が多いよね。どうでしょうか、ラブベア超可愛い。私めっちゃ好き。色が折れちゃったんだけど、おすすめはダイヤルでディップを出して塗るのがおすすめかも。それかもしくは神様が私にだけちょっと許さなかったのかもしれない。許せ。ほんとね、たまにはね女の子に慣らさせて、私もなんかモチベがめっちゃ上がるかも。次次って感じ。こちらじゃん、こちらピンクを開けていきます。こちらがですねミルクティーベアなんだけど、名前かわいい。あ、かわいい。待って、え、ちょっと待って待って待って、ちょっと待って、じゃん、かわいい。薄ピンクです。ちょっとこれはね、私めちゃめちゃ今ドーパミンがめちゃくそ出てます。気持ちいい。じゃじゃん、見てください。かわいすぎるぞこれは。こちらがですねフラワーノーズラブベアマットリップスティックのミルクティーベアです。かわいすぎます。色がちょっと紫っぽい感じかな、パープルよりかな。結構ナチュラルだ。あ、かわいい、ナチュラル。じゃあね、こんな感じで。はあ、これちょっとかわいいぞ、この色。このラブウェアかわいい。めっちゃチョコの香りするし、匂い的にもいいから、こう好きな男の子とかと過ごす時とか塗ってもかわいいかも。このラブウェアシリーズのリップが多分ね、はい、あ、今年の2月1日に出たばっかのアイテムなので、めちゃめちゃ旬で、それに合わせてやっぱチョコレートの香りがしても。かわいい。私、マジこれかわいい。ちょっとなんかもう、なんか女の子ってさ、コレクションする願望あるじゃん。かわいいもの集めたみたいな。このね、ラブウェアはね、何本も売っててもかわいいかも。この色結構かわいいな。1個目のストロベリーベアが、ごめんなんかメモしてんだけど14日みたいな、14日何するんだろう、アルバイトの焼肉屋のメモが。こんな感じの、あ、ちょっと気なりの 赤だったんだけど最初のね。でね、あ、折れたジンジャークッキーベアなんだけど、折れた、めちゃめちゃ折れてるんだけど、ほらほら、わわ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 わ、こっちのねジンジャークッキーベアちゃんがこんな感じの、ちょっとオレンジ寄りなんだよね、オレンジっぽい感じ。書いてみて分かるかな、こっち結構赤なの、実際見ると赤でオレンジで、今の超私がタイプの可愛いピンクのパケモン可愛いんですけど、あ、ちょっとパープル寄りのパープルベージュ。わお、これ結構使いすぎぞこの色、めっちゃ可愛い。なんかお人形さんみたいな色、不自然じゃない、キャンピスティーリン不自然なんかってことで、ちょっとゾッとしたね、ゾッとしたね。私はね一言でなかったよ、不自然なガール。その時期にね、不自然だねって誰かに会えてお構ってバレた人に、不自然なガールって曲がその後出て、バイオさんのやる一言じゃなかったよ私も。でもスコキャベツティーリ不自然なんか。じゃあ次ってことで、次です。これが4つ目、最後の4つ目なんですけど、ラブベアの今回ね7本ぐらいあったかな、6本ぐらいかかったかな。私が好きそうなやつ選ばれし紙4は開けますね。紙4、じゃじゃん、あ、わお、めっちゃ良い。こちらはフラワーノーズラブベアマットリップスティックのヘーゼルナッツベアです。ハゲナッツってことなんですけど、こちらね色が結構今一番重たいのかな、ちょっとこうやって見たら似てるのかな、多少似てる気もするんだけど、このねほのかな色味が唇に乗った時に色変わるので、ジャフした唇です。今こうやって塗るとね、内側だけ塗るじゃないですか。かわいい、色かわいい、これ色かわいい、ヘーゼルナッツ。指でぼかしたりとか、でもまた印象変わるんですよ、丁寧に。なんだっけあの人形、ブライス人形。目が大きくて、瞳の色が変わる。一時期入ったと思うんですけど、ブライスドールみたいな感じで、唇がね、お人形っぽくなるんですよ。ぼかすと内側だけ塗って、マートのこのリップ。超かわいいわ。なんだこいつ。え、マジかわいい。これヘーゼルナッツ。地雷系ちゃんのファッションだったりとか好きとか、コスプレとか好きな子とかも好きかも。ロリータとか。ティッシュオフします。これ今塗りました。で、こんな感じで、まあ、あんまつかないんですけど、多分ね、擦れに弱い、これは。こすれ、擦れに弱いから取れちゃうかも。いいね、ラブベアって感じの。私ね、全部可愛かったなと思うんだけど、ちょっとね、その中でも好きそうな色を選んで、今回、人気そうな色を選んだんですけど、さっきのピンクが超私的ダントツ好きで、これは本当にマジでリピーで、2本目も行きそうな、もう勢い、すでに。めちゃ使いそう。まあ、でもちょっとして、マジでちょっと下げだったのが、折れちゃったのが、この子、色可愛いんだけどね、折れちゃったのが、まだ気になってるみたいな。なんで、とりあえず色がめちゃめちゃ可愛い色が今回多かった。皆さんもぜひともですね、自分だけのラブベアのカラーを選んでゲットしてみていかがでしょうか。女子力上がるリップとは本当のことでした。よいしょーということで、皆さんいつも見てくださってありがとうございます。よかったらチャンネル登録、グッドボタン、そろそろチャンネル登録をしてください。インスタグラム、ツイッター、TikTok もお願いします。せーの、テディベア、持ってる持ってる持ってる。クマ、ほら、夕日に向かって走ろうじゃねえか。皆さんありがとうございました。クマクマ、極戦のクマ。ありがとうございました。これ大丈夫こんなんで。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。 Twitter、Instagram、TikTok もフォローよろしくね。じゃじゃじゃ。